指揮者ってすごい憧れますよね。指揮者、指揮者、オーケストラのね、はい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 、何百人っていうあの楽器隊を一人で全部コントロールしてるわけじゃないですか。まあものすごいかっこいいでしょ。まあ確かにかっこいいかもしれない。今日ちょっとやってみたいからさ、うん、指揮者やるから、うん、ちょっとバイオリンやってもらっていい？バイオリンやればいい。バイオリン、あ、まあまあ分かった分かった。え、後ろ向いちゃう？ええ、お客さんに背中向けちゃう？あー、そっか、言ってなかったわ。え、何？指揮者ってこういうもんなの？知ってるよ。いや、指揮者がこういうもんなの知ってる。いや、知ってる知ってる。でも漫才だから、漫才中にほらお客さんに背中向けたら失礼だから。あ、そう。いや、そう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 、前向けよ。でもさ、客席に背を向けなきゃいけないっていう現実に背を向けてはいけないと思う。うるせえ。全然うまいこと言えてねえから。いや、前向けよ。始めんなよ。やるわけねえだろ、それ。俺前向けって。後ろを向くことに対してあんま後ろ向きに考えすぎるのよくない。だからうるせえんだよ。うまくねえっつうんだ。前向けっつうんだよ。俺親父の背中見て育ってきた。知らねえよ。親父関係ねえだろ今。前向けよ。もう背に腹は変えらんねえ。変えられるよ。前向けばいいだけだから大丈夫。背水の陣で臨んでんの。なんで追い込まれてるの。前向けばいいだろ。正直背筋凍りそうで。じゃあやめろよ。じゃあ普通にやめて前向いてやればいいだろ。背中押してくれよ。背中って言ってるだけだろ。さっきから背水とか背筋とか背中って言ってるだけになってるから説得されないよそれじゃ。前向けよ。ずっと君と生きてくんだね、僕の背中には羽がある。歌っただけだよ。なんで背中痛いがために僕の背中に羽がある歌うんじゃねえよ。説得されない。前向けよ。親父の背中見て育ってきた。さっき聞いたよ。でも背中のストックないんだからいいよ、もう前向けよ。俺親父の背骨、肩甲骨および肩から腰にかけての範囲見て育ってきた。まどろっこしいよ。背中の言い方はまどろっこしいんだよ。前向けよ。俺一神党のうちの男親の背中見て育ってきた。親父の言い方まどろっこしいよ。前向けよ。俺一神党のうちの男親の背骨、肩甲骨および肩から腰にかけての範囲見て育ってきた。もうわかんねえ。もうわかんねえよ。前向けよ。君と生きてくんだね、僕の背骨肩甲骨よく肩から腰には羽がある。うるせえよ、もううるせえよ。もうその早いやつ言いてるだけだろ。前向けよ。お前やっぱバイオリンじゃなくてシンバルに書いてる。楽器の話じゃねえんだお前。楽器の問題でネタ止まってるわけじゃねえんだお前。前向けばすぐできんだよ。前向けよ。ガラスの少年時代のパーヘンが背中につき胸だよ。胸に突き刺さんだよ。背中じゃない、前向けってだから。背中抱きしめて全部だよ。全部前向けよ。背中ジェットコースター。強引すぎるだろ。さすがにそれは強引すぎる。キンキそんな背中にまつる曲ばっか出してねえんだよ。前向けよお前。雨はギターの涙と叫び、悲しみだけ包んでく、過ぎた時間はもう戻せない。それはそうさ、確かにそうだけど。背中出ねえのかよ。さっきまでより長く歌ってなんで背中出ねえんだお前。前向けよ。背中、いやそれどうもとだよ。どうもと兄弟の CM の時のジングルのどうもとだよお前。キンキ引っ張りすぎだろお前。前向けよ。ちょっと1個言わせてもらって。なんだよお前。新どうもどっちでもいいよ。もういいよ。どうもありがとうございました。